初めて投稿した子、3回目5回目10回目投稿した子がどうフォロワー伸びていくとかその子の顔とか目とかの使い方とか動画の作り方構成人間性で大体この子はこうなるなっていうのが正で,分かるんで,すよでこれはもう、まあ、多分正直国内でも僕相当自信がある方だと思っていて。